どうもこんばんは、桃太郎でございます。ようやくですね、春めいてまいりましたですね。今週ぐらいにはこちら関西でも、桜が満開になるんじゃないかと期待しております。さて、先日我が NBOX のライバル社であります日産のルークスと、それから三菱の EK クロススペースが発売になりました。ご存知のようにこの2つの車は日産自動車と三菱自動車の合弁会社 NMKV がマネジメントを行って、三菱自動車の水島製作所で生産している、まあ、いわゆる兄弟車ですよね。以前にウェブカタログを見ながら NBOX オーナー私の目線で羨ましいところとちょっと残念なところということで動画にさせていただきました。その中でもちょっと喋ったんですが、私三菱自動車の株を持っております。ちょっとなんですけどね。で、EK クロススペースのことが気になっておりました。そこで、まあ、短時間なんですがちょっと見てきて試乗もさせていただきました。まあ、時間もあまり取れずですね、動画の撮影も、行っておりません。なのでですね、まあ、映像を見たい、映像に興味がございますというか、興味がある方はですね、ちょっとスルーしていただければと思います。で、短時間にですね、もう何回も言うんですが、短時間で見て乗って、私がその時感じた、まあ、トピックっていうんですかね、まあ、ポイントのみを喋るだけの動画になりますので、まあ、全般的な全ての特徴が網羅されているわけではありません。その点はご理解ください。まあ、一応ですね、最後にですね、ざっくりとした値引き額と、あと NBOX を仮に下取りをしてもらった場合の価格も、ご紹介したいと思っております。それではよろしければお付き合いください。運よくですね、試乗車が EK クロススペースの T ターボモデルの 2WD-FF でございました。まあ、私の NBOX GL カスタムターボのFF ですから、これライバルグレードなんで、まあ、ちょうど比較しやすかったということになります。で、感想の順番としましてはですね、まあ、1つ目が外装と内装について気になったところ、それから2番目に試乗してみて気になったところ、それから3番目が、値引き、まあ、1回目っていうか、そんなにこう何ですか、値切り交渉とか別にしてないんで、まあ、提示された額、それから、最後に NBOX の下取り見積もりの価格ですね。まあ、これも別にその強く言ってるわけじゃなくて、まあ、最初にこう提示していただいた額になりますけれども、その順番でお伝えしたいと思います。それではまず外装でですね、気になっていたのの一つがですね、ハンズフリーオートスライドドアですね。これ非常に私興味あったんですよ。で、こちらになりますけど、スライドドアの下に足の先をこう入れて引くとドアが自動で開閉する機能ですね。で、これをちょっと試させてもらったんですけど、まあ、私だとですね、ほぼ 100% に近いぐらい反応してくれるんですけど、ちょっと説明してくださった女性の営業さんがやるとですね、これ結構な確率でうまく反応しないんですよ。本人もね、私がやるとなかなかって言われてたんで、まあ、足の大きさとかね、靴の種類があるのかどうかちょっとよく分からないですけど、その辺がちょっと関係してるのかもしれないですけど、なのでですね、ここはぜひ実車でですね、もし使われる方が一回チェックしてみた方が良いかもしれないと思いましたですね。まあ、そういう問題をちょっとはらんでるんですが、まあ、とにかくこれはやっぱり両手に荷物持ってるのは便利ですね。もうこれはもう間違いなく便利です。だからやっぱ欲しい機能ではありますね。まあ、だから逆にこれ動くと思って両手で持っててなかなか開かないとストレス倍の、もう倍返しだみたいになるんで、ここは要チェックではあると思いますね。で、
まあ、あとはですね、外装に関しては特に私は何もないんですけど、まあ、フロントフェイスが結構あのいかつくて、これも好みはあるかと思うんですけど、まあ、私はかなり好きな方ですね。あのルークスと EK クロススペースでいうと、私はルークスの方が、フロントマスクはかっこいいなと思っています。あとはですね、まあ、特徴で結構歌ってる中に、あのリアのスライドドアの開口部ですねが、大きいと、650mm かな、65cm というのがありました。でこれってどうなんだろう。で最初パッと見た時にはまあ広いですけど別に Nbox と変わらないかなとか思いながら見てたらですね、で結局ちょっとなんか紙袋みたいなので簡単に測ってみたんですけど、あの定規とか使わずですけど Nbox とねほぼ同じだったんですよね。なので、まあ、これは Nbox と同じという感じでございました。外装はそんな感じですね、私が気づいたのは。それから内装についてなんですが、今回はですね見た車が、プレミアムインテリアパッケージというこのパッケージの装着車だったんで、まあ、非常におしゃれで質感も高いものでございました。まあなのでね、そこはもう全くいい感じ。ただちょっと当然オプションなんで値段上がるんですけどね。で全体的に内装を見ると、やっぱり Nbox と比べるとね、あれなんですよ、去年デイズ、日産のデイズを見た時もそうだったんですけど、なんか細かいところでコストダウンなんでしょうね。ちょっとねなんかこう残念な部分があるんですよね。こうまあちょっと具体的に言うのも難しいんですけど、まあその質感、材料は多分同じだと思うんですけど、その質感を上げるための工夫みたいなとか、あとなんかこう樹脂パーツでもなんかここで切れないでもうちょっと先までつけといてくれたら、こう外から見た時に中がこう見えないのにみたいな、まあ、ちょっと言葉だけで分かりづらいと思うんですけど、そういうとこはねちょっとあるんで、まあ、逆に言うと Nbox がそこまできめ細かくうまく作ってるんじゃないかなというふうにも見えましたですね。でまああと室内の広さはですねもう抜群です。まあ、もうこの K スーパーハイトのもう各メーカーさんの努力でですね、もう この K の大きさでこの広さっていうのはもうどこのメーカーさんも本当にすごいなと思いますね。全くこう狭いっていう感じはなかったですね。であとはですねフロントガラスの角度が、これは Nbox よりも若干寝ていますね。でこのためかどうか分からないですけど、これちょっと営業さんも言ってたんですけどね、若干視界は狭めに見えるかもしれないなというのはありますね。まあ、ただですねあんまり角度が立ってるのもですね、まあ、例えば飛び石の逃げ場がなくてね、 Nbox でよくこう石で飛んできたのでガラス割れるみたいな話とかも聞きますし、まあ、空気抵抗的にもあんまりよろしくないとこもあると思うんで、まあ、デメリットもあるので、まあ、一長一短かなという感じはしますね。まあ、どちらがどうという感じではない。あとはまあ外観的にはちょっと斜めの方がかっこいいかもしれませんしね。まあ、ただちょっと気づいた点といったらそんな感じでございました。まあ、以上がですね大体外装内装の、その瞬間感じた思いでございました。はい、2つ目はですね、まあ、試乗してみてどうかということで、まずはですね渋滞機能付きの追従クルーズコントロール、まあ、これが目玉みたいなところちょっとあるじゃないですか。で昨年にですねデイズ、日産デイズの NA 車で体感したことがありました。試乗させていただいて、でその時はですね市街地で、前の車にこうついていこうと、例えば止まっててついていこうとする時にですね出力を急に上げるのでやっぱうなるんですよね。でねちょっと怖い感じ、ウォーンって言ってついていこうとするんでね。で
これがどうなのかなと思って、今回まあターボモデルなんで、でターボモデルだと、まあ、低回転域で、まあ、最大トルクが出るようにしてあるので、実際今回体感したらですね、非常にスムーズでいい印象を受けました。あ、これやったら欲しいなと思いましたね。正直ちょっとデイブの NA はね、やっぱ厳しかったですよ。で、まあ営業マンの方も言ってたんですけど、その方はね、EK クロス、いわゆるスライドドアじゃない三菱のまあデイブ、日産のデイブと同じ仕様の EK クロスの NA に乗ってらっしゃるんですけど、やっぱ NA はね、どうしてもそうなるんだそうです。で、やっぱ高速道路なんかでも若干やっぱしんどいとは言ってはりましたからね。だからこの辺気にされる方はやっぱターボになると思います。それでまあ当然ここには電子パーキングブレーキとかブレーキ関係も当然使いやすいようになってました。それとレーンキーパーシフトですね、この辺はですね、低速域でも反応するのかとちょっと期待はしてたんですけど、まあ、今回はあまり反応していなかったですね。まあ、条件がそれなりに整わないといけないのかもしれません。まあこれは市街地ではなくてですね、まあ、高速道路なんかで本来力を発揮するものですのでですね、まあ、納得はできますけどね。まあ、これはちょっと一遍試乗されてみて体感していただければと思います。それから次にデジタルルームミラーですね。これは日産のルークスにはなくて、EK クロススペースの、まあ、オプションですけどのみにしかない機能ですね。で、これが試乗車についていましたので、まあ、見ながら運転してたんですけど、まあ、これいきなりはやっぱりね、距離感、後続車との距離感が全くわからないでした。なんかすっごい煽られてるように見えたりもしましたんでね、まあ、慣れの問題だとは思いますね。で、まあどっちがいいのかってよくわからないんですけど、まあ、夜なんかはね多分見やすいでしょうし、ただ雨降ったらセンサーというかカメラ自体はリアガラスの内側内部にこうくっついてるんで、例えばこのガラスが汚れたり雨が降った時には見づらくなるのかなとかも思ったりもしましたけどね。まあその辺はちょっとよくわからないですが、それよりもですね、 NBOX もそうなんですけど、まあ基本ですね、ミラーの縦幅が狭い、まあ狭いというか、スーパーハイト、軽スーパーハイトのリアガラスって縦も長いので、まあ今その普通のミラーの縦幅だと全体が見れないんですよね。なのでこれね、デジタルアナログ関係なくですね、まあ、この辺の軽スーパーハイト、リアガラスの大きいやつはもう標準で縦幅の広いミラーつけてもらえないかなというのがその時も思いましたね。そんな感じですね。あと、パドルシフト、これはまあ私の動画をご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、私はですね、まあ別に峠道とかをこうスピード上げて走るわけじゃないんですけど、基本あんまりフットブレーキを使わない派なんですよ。なるべく、まあ、当然下り坂はそうですし、普通に止まる時でも、パドルシフトを使ってエンジンブレーキかけながら止まる派なんですね。なのでパドルシフトはもうないと困るぐらいの感じなんですね。で、これもですね、日産ルークスにはついていないんですよ。この EK クロススペースのターボモデルにしかついてないんで、私がちょっと EK クロススペースを気になっているのはこれもあるんですね。これがついているっていうのも一つの要因なんですけど、で NBOX に比べてまあ短い間でちょこちょこやってたんですが、まあ印象的にはね、なんかちょっとレスポンス遅いかなと思いました。もしくはその反応が滑らかなので遅く感じるのか、結構 NBOX の場合はガンガンガンってくるんですよね、落としていくと。そ
その辺がどうなのかな、そのちょっとよくはっきりその理由はわからないんですけど、なんかこう感じないんですよ、あんまりこうパドルを下げていってもね、途中がまあ1まで下げるとそれはウォーンってなりますけどね、まあ、そういう感じでした。この辺も実際もし気になる方体感されてみたらいいと思いますね。さらにいきますとですね、ヒルディセントコントロール、これ文字だけ読むとあのヒルディセントコントロールかヒルディセントヒルで切るのかヒルディで切るのか分かりにくくなりますけど、まあまあ英語で考えるとヒルで切ってディセントコントロールですよね。でこれはいいですね、私は好きなんですよ。でこれもまあなんか動画の時にもお知らせしたんですけど、あの近所のスーパーの2階の駐車場から1階に降りる時の坂が急激な坂なんですよ。僕店も面積取れないんで、そういう時には NBOX であのパドルシフトで一速に落としてその坂っていってもやっぱ止まりきらないんですね。結構なスピードで加速していくんですよ。で今回これ試してみたら、まあその坂は降りなかったですけど、あこれ結構効いてるなっていうのは実感しました。ただしですね、4から20キロの制限スピードがですよあるので、スイッチをですね常時オンにしておくとですね、やっぱり20キロぐらいで走ってる時に急にブレーキかかるとやっぱりね後続の車にぶつかられそうになったりとかする可能性もあるので、営業マンの方が言われるには基本はスイッチオフで必要な時だけオンがおすすめだそうです。まあ、そうなるとですねスイッチの位置があの運転席の右下のところでですねちょっと見にくくて押しにくいところにあるんですよね。なのでこれはまあそういうことならできればステアリングの近くにあると嬉しいと思いました。だけどこれ私にとってはすごくいい機能だと思いました。で最後にまあ走り全体の印象なんですけどね、まあ去年日産デイズの時は NA しかちょっと乗れなかったんで、まあターボエンジンは初めてなんですね、このシリーズのエンジンとしては。でね今回乗ってみたんですけど、これはね非常にいい印象でした。で NBOX 同様ですね 低回転域で最大トルクが発生するように作られているんで、まあ上り坂でもですね少し踏めばガンガン上がっていきますし、まあ踏めば踏むだけ加速していく感があります。でまあどちらかというと NBOX は私のイメージとしてはアクセルにもちょっと遊びがあるんで、あのこう敏感じゃないんですけど、こっちの EK クロスペースとかまあルークス、新型ルークスも同じだと思いますけど、このターボエンジンはあの非常に敏感でなかなか面白いなと思いました。で乗り味もですねしっかり感があります。なのでそのアクセルワークも含めて割とキビキビした感じです。でこれはねあもちろんあの極端にガチガチじゃないですよ。でこれはねまあ、NBOX とはちょっと対極的な感じがします。 NBOX はどっちかというとやっぱちょっと乗り味重視みたいなところもあるので、なので今回のそのこの EK クロスペースとか新型ルークスのエンジンで足回りの感じっていうのはねこれ好きな人すごい多いんじゃないかと思いますね。特にまあ NBOX でよく乗ったけどいまいちっていう方もまあ当然いらっしゃるんですけど、そういう方からしたらこっちの方がいいんじゃないかって思われる方も多いと思いました。まああとハンドルはですねこれ軽いですね。で NBOX も軽いんでまあほぼ同じかまあそれ以上にもしかしたらちょっと軽いかもしれないです。まあ取り回しが楽なんでこの辺はまあ私はいいと思いますけどね。あと音ですね、音も静かでしたよ。特にうるさく感じることはなかったです。まあ大体、試乗してみて思ったのはそんな感じでございました。はい、3番目値引き額です。見積もりなんですけど一応してもらってですね、まあ、カラーはですね
ホワイト色ですね、これが有料色になって3万3000円ぐらいアップになります。それともオプションはですね、先進快適パッケージっていういわゆるあの、マイパイロットですね、プラスあの電動パーキングブレーキとブレーキオートホールドでステアリングスイッチというあのまあクルーズコントロールとかあの辺の機能だけですね、先進の、運転機能ここだけを付けたもの、あとまあメンテナンスパックっていうのがもう標準になってるみたいなんでこれだけしか付けてないですね。だからまあディーラーオプションメーカーオプションっていうのはほとんど付けてない状態で、結果的にはですね車両本体で5万円でオプションから5万円の計10万円をまず、まあ、あのこれは一応なんて言ってましたかね、あの新発売記念みたいな形で値引きしますという形でございました。まあ一般にあんまりね最初発売時期は値引きしないみたいな話もありますけど、あまああれは予約の販売の時ですかね。でそれにあとここからまあその他のオプションをつければあとプラスアルファがいけるんじゃないかという私の、まあ、感じでしたね。でまあそのオプションの度合いとかにもよるとは思うんですけど、まあ頑張れば5万円以上さらにいけるんじゃないかっていう気はしました。でまあ全くあの何ですかね根拠もないというか私の想像なだけなんで感覚だけですけどね。であと4番目にあの私の NBOX の下取りの見積もり額なんですけど、まあ私の NBOX はまだ10ヶ月です納車から。で走行距離が約6500キロですね、まあ、これでまあ別に何もプッシュもしてなくてこのぐらいでになりましたって言われた価格は、約155万円でしたね。まあだからこれどうなんですかね、いいんでしょうか。まあいい感じはしますよね。で当然これディーラーじゃなくてもうちょっとあの中古車専門のところに持っていけばもう少し上がりそうな感じなんで、まあ NBOX のやっぱりリセールバリューっていうのは大きいのかなというのが感じた印象でございました。まあ以上ですね、まあざっと短時間で見て乗ってきた三菱の EK クロススペース Tターボモデルですね、これの肉 FF モデルの私の印象でございました。まあねちょっとトピック的なところなんでなんか役に立てばありがたいなと思う程度でございますけれども、何かの参考になれば幸いでございます。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた。